さ、例えばじゃあ着弾より着弾後ろか、どうした、さすがにないと思う。でも、まあ、雨の後で多少、例えばこれだったら、普通だったら例えばこういう風にやって打ちたいけど、まあそうだね、まあ一応あそこぐらいあるから、じゃあフェース開かずにそのまんまアプローチのように打っていって、でグリップはちょっと一緒にして、で手前で振る感じ。すごくない？なるほどね。そうすると、あの、例えばグリーンって、あの、要は弾かれないとストップのように入るんですよ、片手でさえ入るね、絶対ボールの下に入る。で、開くと入った後刺さり切るわけじゃないか。そうそう、はあの、開いてる場所ポンって弾かれる、いい音と言われてる音すると、開かないでやるとで、砂がこう、きれいに隠れる。で、それだと普通、だるま落としで終わるんだけど、ここの抵抗で、今、なんか、普通に、何にも出て、普通にアプローチに行って、そうね、で、お着弾して、ピンで止まる。まあ、伊沢さんっていうのは別に説があるからいいんだけど、素人の方に何か出ないとか、なんかは、そうね、いいし、硬いからしょうがないっていう、しょうがないが出ない、そう、硬くても掘っていけるっていう。もう斉藤さんナイスです。さあ僕はパー取れるかどうか。